我が麗しの故郷よ。バックトゥーカルカンド。無人サバで遊ぶときは大抵ここですね。無人サバでやること。その1、平気で3時間ぐらいヘリ飛ばして遊ぶ。その2、リコイル制御云々を理解するために、一人で壁打ち。その3、突如入ってきた人に殺されて戦闘勃発。なお負けて泣き寝入りするように次のサバに移動する模様。無人サバ解放してくださってるサバ主様たちには頭も上がりませぬ。ということで今回は、この私の故郷とも言えるカーブアイランドにて攻撃ヘリで戦います。フラン先輩、制空権の獲得をなしゃす。いやジェット機とかあんまり使わないから。おとりになってくれればいいんで、扱いが。しゃあない、なんとかしてみるか。さあ、私は念願のヘリで今度こそ大空の覇者となる搭乗員の方、ランナー任せましたよ。なお最初にお断りしておきますが、ヘリ無双はありません。そんなこと言っちゃダメー。値段な勝ち取れ。未来は変えられる。ウィーキャンチェンジザフューチャ。さて、最大の天敵を発見しました。山尾戦に、こちらの敗北作戦みたいだな。私と同じ作戦の愛用者ですか。相手がこいつ。待って待って、近づく前に撃ったら気づかれちゃうから。先制攻撃のアドバンテージを完全に失ったヘリノス。まあ、基本ヘリは高高度取ってる方が有利だし、まだ完全に宿を失ったわけでもないな。あ、もうちょっと、いろいろ目指されてないのか。完全に CM 邪魔遅れてますわ。初心者にありがちな、いい CM のフレア的のよう。うるさいうるさい。こっからまだ絶対のワンチャンあるし、グッドはいつどこ行った。元はといえば、アンブッシュアドお前のせいで失ったんでバリバリ。おう、スポットしてくれや。防空レーダーなくて敵が見えんのじゃ。いやー、完全に素人ですわー。ここから地上攻撃でこの失態取り返すし。おう頑張れよ。現在地上戦力は拮抗状態か。味方の戦車隊が展開してるから、うまくいけば押せるな。了解前進、地上戦力の援護に向かいます。と、敵のジェットを発見。スポット頼む、攻撃する。じゃあこら、援護しますよ。敵の戦車隊と味方の戦車隊が交戦開始。よしオッケー、敵のケツ取った。いまいちヒートシーカーの距離感がわかりませんな。いやいや、敵のジェット無視すると後が怖いよ。私敵のジェットあしらうとか無理でだよ。マイナスの自信、根拠ある墜落回数。敵ジェットの墜落確認。了解。地上での攻撃を開始します。アーターレイ。なお、撮影当初のレイムさんは、コックピットの十字架遊びに向けて、ロケットポットが飛んでいくと思っています。安心と信頼のクソエイムだな。この試合の後から20時間くらい、無人サバでヘリ飛ばして遊んだわけですが、アイマークに向かってロケットが飛んでるんだと、気がついたのはだいぶ音のお話。そっからヘリのキル数がちょっと伸びたな。まだこの時はすり鉢効と言われる飛び方も、ジャックナイフターンもできないので、相当ふわふわ飛んでますね。撮影自体は投稿の1ヶ月前ほどだっけか。取り試して、使うか使わないかすごく悩んでました。そういう意味では、BO2 の動画も撮りためあるんだよな。EX3 の乗り物にハマって以来、BO2 プレイしてないんで、前日、戦車功労メダルとヘリ功労メダルをそれぞれ、ほぼ同時にいただきました。戦績反映のある状態で、戦車、ヘリの中で10時間過ごすって、そうそう、無人サバはカウントされないんで、ああ、私本当に歩兵やってないなぁと、もう2年プレイしてあのエイムで、どうにかなるとは思えないしなぁ。雑誌とか知り合いとプレイするときは、まるで一生自衛官の時やってます。ゴッドでは、UAV やらオービタルブイサットについて企画打ったようにみんなコメントするのに DF ではマグが噛んでるのあんまりないよな。ラッシュなんかではラジオ破壊だとか敵兵配置偵察だとか相当重要だと思うんですけどね。その間キャラが停止してる割に対してスコア稼げないからじゃないか。私なんかがオートブッカ中で戦ってもデス量産するだけでストレス溜まるんで喜んでマグ飛ばしますよ。ゴッドでもオービタル出ててもキルできない最低限の兵士だったから実際本当に偵察に効果あるのかが気になるけどな。実感できないしね。これ偵察してなくても実はあの軍隊引退めっちゃ強くて問題なく倒せるんでねと思ってしまうわけですよ。あとはせっかくスポットしてもレーダー絶対見てなさそうな挙動をする軍隊員の希望のし3人ぐらいいる岩陰に果敢に飛び込んだりするよな。でも DF4 では司令官っていう役職がマジであるらしいじゃないですか。戦場行かなくてもいいんじゃね。マジでなんで FPS やってんの。司令官誇示したいがためにフランス作ることも辞さないレベルで発売が楽しみだわ。お前みたいなクソ新兵が司令官とか全力で願い下げだな。語学は得意なんですよ。アルベルとかよ。だって私全然気にしてないから見せ場ないんですもん。私もほとんど敵のジェット飛んでなくてやることないんだよな。なんだかんだこの搭乗員の方ランナー埋まって私キューアシしか入りませんわ。一応戦車中心に攻撃してるから地上戦力の役には立ってると思うが、こればっかりは地上で走り回ってないとわからんね。ほとんど対空ランチャーで狙われないおかげでふわふわ飛んでる私でも稼げちゃう。たまには狙いつもいいな。オッケー、弾道ダウン。抑え込んではいるけど敵も果敢に旗取ってるな。旗援護したいんですけどまだピンポイントに攻撃できないんですよね。霊夢、後ろ後ろ。志村じゃないってあれほど言ってるのに。違うって、敵のジェット機。おう、危ねえ。機銃で殺されるならまだしも、神風特攻だけは死んだ後に。
しても納得いかねえ。敵のジェット機開始した直後に、そのジェット機の客を追いかけて旅方のジェット機と空中合体した時の思考停止感が半端ないわ。私は敵のジェット機を回避したにもかかわらず、気がついたら爆散していた。何を言ってるのか。あとお前はシンガーのロックオンにビビって落ちること多すぎな。いや、現代のヘリノリにとって、あの音はもはやトラウマレベルでしょう。半径450メーターのどこからかロックされてて、複数の可能性もあって、一発当たったら即無力か、当たりどころが悪かったら墜落、立ちが悪いってレベルの話じゃねえですぜ。プレステ3の12人対12人でこれだから、パソコン版だともうヘリ行きしてないんじゃね。なお DF4 はパソコン版を買う模様。やっぱ、64人対戦憧れますよね。みんなめちゃめちゃ強いらしいぞ。プレステ4が出るまででも我慢ですよ。プレステ4がウィーフみたいなことにならないといいな。そうなったらプレステ3番買うし。まあ、でも次回作では司令官とヘリと戦車で遊ぶのは、もう私の中では半確定ですね。私実は、結構ポケモンとかフリーにプレイしてるんですけど、正しくはしてた。だな。確かに最近 FPS ばっかりですね。今年の秋に新作出るじゃん。そうなんですよ。しかもモンハンも来るとか来ないとか。モンハン予約始まったけど、あれ発売日延期される気がする。やめろ。とにかく、今年の夏過ぎたあたりからやりたいゲーム多いのに、全くと言って良いほど時間が足りない。最近やりたいゲームなくて、結局 FPS って流れだったし。まあ、やりたいゲーム多くなったのは良いことかと。問題はこいつ、全然銃で撃ち合わない FPS なんだよな。そこがコッドと違って、DF のいいところじゃないですか。エイムはまあ大事だけど、エイムが全てじゃないっていうか。お前も、銃諦めてるせいで、もうなんか、歩兵しない縛りみたいになってきてるしな。お前が四六時中乗り物乗ってるから、私、一生公平のレベルばっかり上がるんだが。それ私も思ってました。ヘリはもちろん、戦車も解放終わってるのに、武器もアタッチメントとか、バジェットとか全然ないんですよね。補正やりたくないのは分かったから、とりあえず解除だけはしようぜ。最近はラッシュにも連れてってるんだ。引きずられてるんだ。でもこいつ、マジで才能ないんだ。ほんと、どうしようもないんだ。逆に、どうして戦車の飛行があれほど当たるのか。落ち着いて狙えるからだと思うんですよ。いわば、RPG も連続で飛んでくるわけじゃないし、こっちは当てれば一撃、けれど相手は4回ぐらい当てないと、そういう心理アドバンテージが私を加速させる。あ、案外こいつ落ち着くこと覚えたら化けるんじゃね。やればできる子って、大抵やらないんですよね。あ、わかるわ。やればできるはできないってことだな。ちょっと上げてから落とすまでが早すぎません。あんまり調子に乗られても鬱陶しいし。たらればで褒めるもんじゃないって、先生が言ってたし。誰だよ先生、こんちくしょう。さすがにレーザーペイントついててもヒートシーカーは無理か。誘導ミサイルって、自分性記録できるじゃん。できますね。航空機をレーザーペイントして、誘導ミサイル当てれる利点はわかるんだよ。航空機への牽制にもなりますしね。ソプラムロックでも、慣れてるって思わせるだけでも、自由に飛べなくなるよな。ただ、地上兵器へのソフラムってどうなんだろう。ジャベリンがトップアタックになるってのは、よく聞きますけどね。64人前提で作られてるゲームだから、多分パソコン版だと、有用だったりするんだろ。ソフラムジャベリンって、総戦力の6分の1ものリソース割いて、スモークたかれると、大した攻撃できないですしね。最近 DF やるにあたって、そういう戦術的なこと考えることが、ちょっと楽しかったりするわ。ソフジャでも、コンクエで拠点内に入ってて、相手の戦車が2人以上乗ってれば、リソース交換いちいちで、各拠点制圧に加え、一方的な攻撃という意味で、今週までも意味をなしそうだな。ちょっと何言ってんのかわかんないです。各敵の戦車の動きを制動させて、味方の戦車が動きやすくなると考えると、ジェット機には無力でも、ヘリぐらいならなんとかなりそうだしな。おお、私なんかすごい置いてけぼりじゃん。動画とかでも、論理的に運用解説されてる動画見ると、すごい共感して、参考にしたりするな。いつかあげたいんだけどね、立ち回り動画みたいなの。と違って、そこら辺2人じゃどうにもならんし、なかなか難しいでしょうね。いや、全然ついてってるし、つまりあれだろ、勝てばよかろうなのだ。はい、完全論破みたいな顔してんじゃねえよ、鬱陶しい。せっかくいろいろ戦術立てれるゲームなんだ、考えないともったいないだろ。あれですか、ゲーム買ってもシングルプレイモード起動すらさせず、ひたすらマルチプレイしちゃうようなもんですか。もうある意味 FPS も低めえだよな。なんでマルチ乗りのダウンスライス版出してくれねえかな。プレイ人口増えてオンラインゲームとして長生き制作できそうなのに、シーズンパスだとかプレミアムエディションだとか、制作側もどう考えてもマルチで売る気満々だもんな。なんか利権問題とかあるんじゃね。私は円盤が欲しいんじゃない、創造性が欲しいんだって思ってる人絶対いるもんね。だいぶん話が脱線したな。いや、何よりもまだ私が墜落してないってのがすごいよね。普段なら空飛ぶボーナスキャラなのに、今回しぶといな。一方的に抑え込んでて、戦車隊も強いから、シンガー持ってきてる人少ないのが助かるな。かなりヒヤヒヤもののシーン何回かありましたけどね。ECM のリタービアとちょっと遅かったら当たってたみたいな。これはついに、最初から最後までヘリで落ちない達成できるかもな。おぉ、ついに防
なすキャラ卒業ですか。いや、浮いてるだけで大して活躍してないだろ。死ぬほど活躍してたら、建物の壁から出れないぐらいの粘着スティンガー兵に囲まれるぞ。それどこの私ですか。霊夢は、活躍云々じゃなく完全な支援だからな。私が競りで飛んでないのにお前がノーノーと飛べると思うなよ。うわわ、あとちょっとなのに。落ち着いて下ろせ、まだ修理できる。急いで修理しないと。あ、おいバカ、勢い殺してないから。やばい、海に落ちちゃう。お、落ちてません。いや、落ちたよ。いやいやいや、今のは脳幹視症、完全に水没してたわ。でも落ちなかっただけで、やっぱ活躍はしてないな。いや、だから落ちたって。うんうん、でもやりきったことが大事だよね。おう、完全に俺沈んだけどな。今回の経験を次回生かすとしよう。それで吐き替えがあればまた次回ご視聴、ありがとうございました。